はい、皆さん、こんばんは。今日も、ようてまちしるべ研究塾第10回。今日はタラ鍋ということでね、非常に期待しております。ギリじゃない、ちょっとありえないよね。うわ、本当だ、熱い。これタ、これタラの刺身なの？マダラ、マダラです。あ、マダラなの。はい。おー、じゃこれタチは入ってるやつか、これ違うの？タチはタチか。タチはタチ。まあタラのタチ。タラのタチなの。もう今日タラずつ。タラ、タラ。あ、そうなの。これ鍋は何入ってるんだっけ？これタラとタラチリですね。これね。おお。まあまだまだ見えてます。見えてます。まだだめだな。少し入れてから。なんか下全部タラっつってましたよ。へえ。贅沢。で、ある程度食べ終わったら今度カジから出てくる。カジか。足がいいね。タラとカジカ混ぜてんの？ねえ、これはタラ。次がカジカ。まあカジカもクロムでもらったから、でタラは全部ね、クロムの上で置き締めしてるから、血抜いてるから鮮度がいい。なるほど。だから刺身です、これ。はい。ああ。もうね、タチ。上のは止めちゃってもいいし。ピザ。どっかそっちを。ピザ行きますよ。ピザ。待ってよ。はいはい、モテねえ。なんかタオルか何か。いつものきなこ、きのこピザ。うん、定番ですね。ゆっくりやつあげるね。そっちの一個がピザ。開けた。入れたの？このタラは三キロ。三キロだよ。今日もピザ。三キロ。これどうだ。あ、まだ見えねえな。4キロから7キロ。やっぱり少し食べてからかな。そうですね。まだ食べてから。豆腐鍋に4キロから7キロとかっていうのは高値で取引。この豆腐の2から5人ぐらい。真っ暗で一番寒い時ですね。めちゃ寒い。だからね、網かけて大体もう船でそばに寝てるんだ。仮眠してるんだ。あ、で、揚げてタラをね、ポン酢で食います。網を落としたらもう何も、揚げるまで何もしなくて、うん、動いてる。いわゆる浮きにつけてやるから。あ、揚げる。あ、すみません、なんか私お客さん状態になって申し訳ない。一緒に来たのになぜこんなに違うみたいなね。はい、皆さんだいぶ食べたようです。そういうやり方もできる。 そこはまだ見えねえぞって。そこは見えねえぞって。腹大すぎる。ただ実質半分以上入ってるからね。そうなんだ。だけどこれで贅沢な1匹のうちどのぐらいだろう、まだ3分の1ぐらいじゃない。だからほら刺身用とかさ、いろいろ取ってやったから、あとまだ3分の1は残ってる、まだ冷蔵庫。はい、ありがとうございます。まだそこ見えてないの、これ。すごいすごい。そこ見えてないんだけど、もういいの。このカジカ。はい、あ、カジカ、カジカ。で、打ちましょうか。あ、いい。これ、これカジカの。もう分かるですね、これでも、あれで。こっちはカジだって。そうですよね。あ、そうなんですよね。なるほど。これカジカでは。いや、カジカなんですか？これさ、その、スプーンが穴開いてすくえねえんだよな、その。あ、つゆすくえる。つゆな。だからつゆ減らないんだよ。出汁が出る。出汁が。だからそこ見えねえでしょ、これ。いいの。あ、そっか。あ、第二弾あるからな。とこれ、これに入れるんだね、それ。これに入れましょう。別は別じゃなくて。あ、いい。タチはもう鍋で食べれるから、あんまりヒートしたらタチは逆に。あ、そうなんですか。感じか。やっぱり。いい、半熟みたいなぐらいが。あ、いいね。タチも焼けてるし。ないないね。はい。何？本当ですね。他の人もそこで配る？配る人に。このスープがうまいと思うよね。本当。あ、これ。穴開きじゃないやつを。あ、そうなんだ。あら、あら、あら、そうなんだ。あらいって言ったらタレ取れねえんだ。あ、ここ、ここに。じゃあ俺が絡んでるミルク工房の直売所でやるか。いや、あっちの方が面白いと思う。面白いでしょ、うん。で、この12月10日にそのチーズ工房をオープンするから。で、ただ野菜は春からだからさ、うん、だからその春のオープンにぶつけて、うん、それこそ山菜も何でもいいし、多分
アスパラが取れる時期の方がいいと思うんだよね。うん、まあ、一番色農家が絡むと。そうですね、うん、そののがいいと思う。5月末から6月だと思う、うん、で、アスパラの宅配絡めてのにすれば、うん、あそこで、どんどん注文するそれはミルク工房も自分のところの宣伝になるから、うん、で、向こうからテレビ局と新聞社に話しとって、うんうん、ああそうですね、メディアに来てもらって、マモさん多分できるから、マモさんやれる、もう結構やると思うけど、来年やりますかそれ、うん、それ話通せるよ、うん、一応俺事務局だから、あの死にゆく花をいかに綺麗に見せるかっていうことに最も重きを置くんだけども、園芸やって違うんだよね。あの自分のいいようにこいつ咲かしてやろうっていうね生かしながらそうそう殺さずにっていうねだからそこがね全然違 う、 うんだから最初のうちねその園芸っていうところのその思考が分かんなかったもの、うんうん、ずっと切り花やってたから、うん、だから今綺麗な瞬間を大切にするのが切り花なんですよ、うんけども園芸っていうのは今綺麗でもこれを切ってこう育てばもっと綺麗になるでしょってやるわけだからそういうのがね理解できない今撮るからこれでこれそうこれ入れてくれればいやもう最後あの見てくれれば終わりましたそうそうだなこれ何まで行ってんのねこれで500円っていうことで非常にもう絶対ですねもう絶対入れてこれで500円これで500円だってね本当に皆さん来てください本当に次回はあの12月23日、クリスマスイブイブ、23日やりますからもしよかったら来てくださいありがとうございました